こんにちは、速化塾の久保ですちょっとここでね究極の選択をしてもらいたいと思うんですけどもいかがですかねそれはですね詐欺師から商品を買って儲かっちゃった自分ね詐欺師からノウハウを買って詐欺なんだけどもそれをやってみたらもう、まあ、かるようなね自分になってしまったという例ですねえそしてもう一つはですねもう詐欺じゃないんだけどもすごくね、えー、優秀な指導者なんだけどもその人の塾に入って全然稼げなかったと。 ミュージック費用だけ損しちゃったっていうね、ことです。これどちらがいいですかね詐欺に引っかかってないんだけど儲かってないのがいいのか、詐欺に引っかかっちゃったんだけども、もしくは詐欺じゃないかなって疑ってるんだけども、自分は儲かっちゃったね。うん、そんな、例ですけどもね。これどちらがいいですかね要するに、目的は、目的はですよ。自分が稼げる自分になることだと思うんですよ。詐欺師を避けて、詐欺師じゃない人から商品買うことではないと思うんですよね。 だから、仮に、まあ、ああの、吉谷さんがね、詐欺だとしても、久保哲郎が詐欺だとしても、その結果、なんかね、儲かっちゃったなーとかね、いいことあったなーとかね、ためになるなーと思えば、それはすでに詐欺ではないんじゃないかなーと思いますけど、どうですかね。うん、もちろんね、捉え方はいろいろありますし、解釈は無限にあるんですよ。で、一つ言えることは、詐欺師ってのは、なるべく顔をさらさずに、 なるべく自分の実名とかを晒さずに、なるべく人に会わずに、なるべく短期間で、たくさんの収益を上げて、ドロンと消えていくことだと思うんですよね。どこの世界にね、何年間も毎日、無数に顔を晒しながら、全国旅しながら、本名で出続ける人がいるのかなと思っちゃうと、まあ、いささかね、なかなか、ユニークな世の中だなと思いますよね。もちろん、 私は詐欺師ですよって言いながら詐欺をする人もいませんし、私は詐欺じゃありませんよって言ってね、あの、なんか塾をね、したりとかね、情報商材を売ってる人はいませんから、これはね、あの、あなたは詐欺ですかって聞いて、詐欺ですって答えるのを期待してもおかしい話ですし、詐欺ですかって聞いてそうじゃありませんよっていうのを期待するのも変な話だと思うんですよ。つまりは、現実から自分が何を受け取るかですよね。もう、お前は何を言っても詐欺師なんだから黙っとけよって思っちゃうのか、 もう自称詐欺師であってもね、いやいや、そうは言っても本当のこと、大切なことを教えてくれてるんでしょもう謙虚なんだからって思うかだと思うんですよ。まあよくね、情報にはエビデンスが必要だって言いますけども、じゃあそのエビデンスの裏付けはどうなるんですかってことですよね。エビデンスのエビデンスはどうなるかってことですねで。エビデンスのエビデンスのエビデンスはみたいな感じで、もう終わらないんですよ。ね。引いて言えば、私たちはこうやって生きてますけども、この地球ってのは本当に存在してるんですかね。 宇宙の中に地球があるんですかねそれ見たんですか誰かが言ってた図鑑に書いてあった。だからそういうふうに鵜呑みにしてるだけですよねなんなんですかね果たして私たちが生きてるっていう証明はどうやってするんでしょうか生と死の境目って何でしょうかお金がある人とない人の幸せの違いって何でしょうか何なんですかね考えれば考えるほどわけがわかんないんで、考えるのをね、まあそこそこでやめて感じることを大切にした方がいいんじゃないかなと思います。 自分が憧れていた車を買ったいやー快適だと思えば快適なんですよでも自分の憧れてる女の子と付き合ってえこんなとこあるのがっかりと思えばがっかりなところが見えるんですよどんなものにもいいところ悪いところがあります DAIGO さんもね妙なこと言ったりもするんですよ普通の人ですからいやいや芸能人でも政治家さんでも偉い学者さんでもいいことばっかりで生きてる人はいませんよ たまにはつまずき失敗し、いやむしろ失敗やつまずきの方が多いんですよ。そこから立ち直ってきた回数が多いからこそ、人影の人物になれるんじゃないかなと思います。少なくとも、ネットビジネスを今日やろう、明日やろうって迷ってる時点でもうね、ちょっと出遅れてますんでね、まずそこから考えた方がいいかなと。つまりは、オレオレ詐欺じゃないんですよ。やるやる詐欺なんですよ。儲かりたい、儲けます詐欺なんですよ。 いつまで経っても儲けてないじゃないか。お前が一番嘘つきだみたいなね。早く稼いじゃってください。いってらっしゃい。